これもベッカーです。ジャンピングサービスからネットに詰めました。あのプッシュボレーがいいですね、フォアハンドのボレーがしっかりと踏み込んでいきますからね。本当に押し出していくんですね、サーフィー15。このサービスをキープしますと 5-2 とまた差が広がります。ダブルフォールト。ベッカーに7本目のダブルフォールトが出たところで、またスタンドのファンからの拍手がベッカーを勇気づけます。やはりセカンドサーブが少し甘いとですね、甘くて出ていくとあのリターンでやられてしまうんでね、はい、どうしても深さいっぱいのギリギリのところを狙っていきますからね。そうですね。サービスエース。ベッカーにはもうダブルフォールターズのエースがもう本当に多いですね。ね、あれがありますからね、ダブルフォールなんかもう全然死んでしまいますね。そうなんですね。精神的な強さを見せつけています。サービスエース。第7ゲーム、ベッカーがサービスをキープしました。第4セット1-1、これでついに 5-2 のリードと変わりました。新登場、マクドナルドのものしりクイズホップステップ。いろんな問題、次から次に、どのカードにもチャンスはある。正解を選ぶのはあなた。クイズに2問続けて正解すると必ずもらえるおいしい商品。1問差ってまだ1問、どんどん解いて、あれもこれももらっちゃおう。ホップステップ、おいしい笑顔、マクドナルド。おいしさ語り継がれて、いいものを作るロマンと情熱が味に生き、幻のコーヒー、トワルコトラジャ。本気になってもいいですか。NEC 一人一人のキレイ本。NEC ハロー C&C 祭り実施中。第4セット、ボリス・ベッカーが 5-2 とリード。そしていよいよこの後は第8ゲーム、ヴィランデルのサービスゲームを迎えます。第8ゲームです。両国のエース同士の対戦、西ドイツのベッカー、そしてスウェーデンのヴィランデルの試合は、第1セットは 6-3 でベッカー、第2セットは 6-2 でヴィランデルが取りました。しかし第3セットは 6-3 でベッカーが取り、この第4セット 5-2 とまたベッカーがリードしています。今のベッカーのもう本当腕っぷしだけで持っていくというようなね、パシブショットでしたけど、ちょっと真ん中に行ってしまいましたね。はい、サーティーラブ。これでフォーティーラブです。なんとか最後まで意地を見せたいスウェーデンのエース、ヴィランデル。入りました。ヴィランデルのおかずを奪うようなトップスピンロブ。もうあれだけですね、走らされてからね、それでトップスピンロブですから、普通の人じゃなかなかできないですね。そうですか。
ングショットをネットにかけました。第8ゲームビランドルがサービスをキープ、これで西ドイツ 5-3 のリードです。大きな拍手がオリンピックホールにこだましています。ボリス・ベッカーが第1セットそして第3セットを取り、この第4セットも 5-3 とリードを奪っています。そして第9ゲーム、そのベッカーのサービスゲームです。サービスアンドボレー、そしてガッツポーズが出ます。まず15-11、ここまでスウェーデンが2勝1敗と優勝に王手をかけていたんですが、その苦しいところでエースのボリス・ベッカーが素晴らしい試合を展開しています。フランデルの脚力を持ってしても届きませんからね、はい、あのボレーも何気なく打っているようですけども、非常にペースがありますね。フォールト、ベースラインから打ってエースになりました。初めて回り込んでストレートを持ってきましたよ。これがまたもう弾丸みたいな速さですね。すごいショットです。これで30-11。さあ、いよいよ西ドイツ2勝2敗に持ち込めるかどうか。信じられないぐらいのスピードがありますね。ミランデルはもうベースラインより3、4メーター後ろにいますからね、はい、少しぐらいのスピードだと届くはずですけどね。これも決まっています。トリプルマッチポイントですね。40-11、3ポイント差があります。トリプルマッチポイント、場内の拍手と口笛が全く鳴り止みません。アウトです。アウト、いや入ったんですよね。最後はベッカーのフォアハンドのエースです。ああ、この瞬間勝利が決まりました。ボリス・ベッカー、エース同士の対戦、スウェーデンのエースマッツ・ビランデルを破りました。第1セット 6-3、 第2セット 2-6、 第3セット 6-3、 そして第4セット 6-3、 セットカウント3-1、ボリス・ベッカーが 西ドイツのエースの貫禄を見せつけました。これでデビスカップ決勝戦2勝2敗、全くのタイに持ち込まれました。を呼吸している全ての人にトップシェア O5 の KF スーパー多機能パソコン O7 NEC から新登場。 O5 Mark II も一段と機能アップ。 NEC ハロー C&C 祭り実施中。中華のとろりと卵のふわり、ご飯においしいスープです。クムール中華スープ。Come on, that's it!
2勝2敗と全く五分の星で迎えました最終戦、エドバーグ対ベストファルの試合。第1セットは 6-3 でベストファル、しかし第2セットは 7-5、 第3セットは 6-4 でエドバーグが取りました。第4セット第4ゲームです。第1戦でこのベストファルっていう選手はビランダルとやりましたけどね、はい、その時はまあ確かにサーブ良かったですけども、こういうふうな積極的な攻めはあんまりしてなかったです。そうでしたね。初日の第1試合でこのベストファルはビランダルと対戦しまして、3-6、4-6、そして80のスコアで敗れました。サーティーラム、今日はどんどん攻めていきますベストファル。ベストファルのショットがアウトです。エドバーグのボールは入っていました。サービスエース、彼のサーブはもう期間中内に入ってきますからね。そうですね。これも決めました。第4ゲームベストファルがサービスゲームをキープしました。これで2ゲームズオールです。彼のあのグリップがフォアハンドもバックハンドも極端に厚いグリップなんですね。それでも思いっきり特殊を持ってきます ね。特にバックハンドのグリップなんか信じられないぐらい厚く持ってますね、ちょっと日本にはいないタイプのプレイヤーではないですか。他の国にも全くいませんね。あ、フォルト、ダブルフォルトです。エドバーグ、これが7つ目のダブルフォルト。チアンパイアはフランスのミッシェル・ペローさん。ラブフィフティーンとベストファルがリードを奪ったところで、また場内のこの手拍子、ボルテージが一段と上がりました。入っています。ここまでこのロブをほとんど使ってなかったんですよね。そうですね、最初に使ってまた素晴らしいトップスピンのロブでしたね。頭上スレスレです。ラブサーティーです。サービスです。エドバーグ、この辺りは本当にさすがに全豪チャンピオンと思わせます。もうあのかなりトップスピンがかかって、しかもハーフボレーになってますからね、あそこからあのハーフボレーを決めに行くっていうのは非常に難しいんですけどね、はい、これも正確なバックボレー。この人はサービスを打った瞬間からボレーまで非常にしなやかに綺麗に動いてきますね。そうですね、流れるようですね。40-30 です。これも決まりました。第5ゲーム、スウェーデン、エドバーグがサービスゲームをキープしました。スウェーデン 3-2 のリードです。スウェーデンリードは3-2。ポーズ7。シナリですね、これがこのエドバーグのサービスの大きな特徴です。これはさっきのハーフボレーですけどね、はい、非常にあのうまくボールを殺してね、いいところに持ってきました。タイム、スウェーデン、エドバーグが 3-2 とここまでリードを奪っています。
きな拍手と歓声に迎えられて第4セット第6ゲームに入ります。西ドイツの期待を一身に担っているベストファルのサービスゲーム入っています。今日はとにかくよく攻めています。今までこのベストファルのサービスゲームっていうのは17回来てるんですよね。17ゲームありましてね、はい、そのうちサービスエースが22本ですからね。あ、だからこれはもうすごいですね。1つのゲームにつき1本以上作ってるわけですね。ということはもうワンポイントのハンディキャップがあるみたいなもんですね、相手にとって。そうですよね、はい、これも入っています。23本目のサービスエースが出ました。このベストファルは9歳の時からテニスを始めまして、80年にヨーロッパの16歳以下のチャンピオンとなりました。しばらくは伸び悩んでいたんですが、今年のこのデビスカップで素晴らしい成長ぶりを見せてくれています。ミハイル・ベストファル20歳です。ドイツチームのコーチのピリッチという選手のコーチにですね、はい、このベストファルスの選手は習いましてね、それで急に成長したんですね。あ、それにしても素晴らしい成長ぶりですよね、はい。第6ゲーム、そのベストファルがサービスゲームをキープしました。3ゲームズオールです。3ゲームズオール4セット。